向かう。これ藤田ニコルが一番乗りで投票所に到着。 A と D にします。スタートがうまく決まれば実力は他を寄せつけないっていうのがあるのと、 D はコースとの相性抜群、現在絶好調。ニコルは実力のある A の馬が1着、絶好調の D の馬が2着と予想。はい、投票を受け付けました。ありがとうございます。これで当たる確率は1/12。これ以降 A、D に投票しても意味がない。投票所の一つ上の階にいるフワちゃん。今みんなここに女の子たち集合してるよね。はい。みんなで一人一匹ずつ投票すれば絶対に誰かしら当たる確率は増えるわけ、はい、なぜかというと確率の勉強をしたから。わかる。だから今ここの女の子3人を引き連れ一気に4票